アテネ国立考古学博物館が所蔵するパトラから出土したアンティノウスの胸像アンティノウスはローマ皇帝ハドリアノスの愛人として懲愛を受けた男性死亡したのは18歳くらいと推定されナイル川で溺死したことは分かっているもののその状況については謎に包まれているハドリアノスにより神格化されたことから多数の芸術作品に表現され 彼の顔は古代でよく知られていた。バチカン美術館にある立像ハドリアヌスに出会う。前までのアンティのウスについてはほとんど知られていない。ビチュニアはクラウディウスし、ハドリアヌスはナイル川で溺死してしまった。この青年を見つける。ただしその状況については謎に包まれたままである。ハドリアヌス自身がこの事故を引き起こしたのだとか、ハドリアヌスの知性が長引くようにとアンティの嘘が進んで、 自らをイケに捧げたのだといった説明が古代からなされてきた。ハドリアノスはこの青年の死をひどく傷んだ。エジプト人はナイルで歴史したアンティノウスにオシリスの従者のイメージを抱き、この若者を深刻化した。ナイル川沿いにアントニューパリスという町を建設するほどであった。ギリシャ人はアンティノウスのうちにヘルメスの化身を認めた。131から132年には、 青年に限定して、体操と音楽の競技、アンチノエーアという祭典が創設された。クラウディオス・プトレマイオスのアルマゲストにも言及されており、現在は死座となっている5つの星が構成する、星座にアンティノウス座の名称が付けられた。ローマにおいては、最初冷たく受け止められたものの、徐々に信仰の対象として馴染んでいった。キリスト教到来前に加えられた最後の偉大な、 進行対象となった。ありがとうございます。